ラーネゴは人使い荒すぎだよ。こんなんじゃ体力が持たないよ。お、マオニー。マオニーは修行のために故郷の四川から甲州に行ったんだよね。うん、そうだよ。甲州にある名店妖精酒家に修行を積みに行ったんだ。そこで副料理長の張油さんや総料理長のルオ大使と出会って、毎日一生懸命料理して、甲州では本当にたくさんのことを教えてもらったな。マオニーは修行中にどんな料理を作ったの？そうだな、まず最初に作ったのは、甲州の泥臭い水の匂いが野菜に移るのを防ぐために、油の膜でコーティングして茹でることで泥臭さをなくしたチンゲン菜炒め。その後は僕と同じく妖仙酒家で修行していたサンチェさんと作った熟れた柿の実を隠し味に使ったチンジャオロース。それからシーロー、どこ行ったの？まったく、どこでサボってるのかしら。やばい、サボってるのがバレた。シーロー、すぐ戻ります。